文化祭後の連休を挟んで、鈴本さんは転校してしまうんだ。今日が実質最後の登校日だったの。みんな鈴本さんのことは大好きだった。本当に裏表のない優しい子で、これから毎日会えなくなるんだって思うと寂しくてたまらなかった。時間も遅くなり、いよいよお別れっていう時に、階段好きの委員長が幸せの幸子さんっていうおまじないを出してきたんだ。彼女はカバンから紙でできた人型の片代を取り出した。どこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに受けてくれるというあれにそっくりだった。ビジュアル的に呪いの儀式みたいで、なんだか怖い。私以外のみんなもぎょっとしてた。ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをするとね、その場にいたみんながずーっと一緒につながっていられるっていうおまじない。永遠に友達でいられるんだって。ほう。どうやるの？ダメだ！これはダメだ！みんな、危険だ。これはしちゃダメなんだ。命に関わる。さあ、トシ。命とはまた大げさだな。冗談じゃないんだよ、みんな。怖がりのサトシが必死で嫌がってる。そんなに拒否するほど怖いかな。大丈夫よ、持田くん。これはいつもの怖いやつじゃないから。お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。彼一人目に涙を浮かべてそれを見ている。なんだかかわいそうになってきた。でも鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし。どうしたんだろう、サトシ。頼む、やめてくれ。これはやっちゃいけないことなんだよ。どうして分かってくれないんだ。あれ、これ本気の時のサトシだ。え、サトシ何？
何が言いたいの？同じ日が繰り返されている。俺には分かるんだ。この先大変なことが起こる。もう終わるから、いい子で待ってて、持田くん。繰り返してる？委員長が言ってた騎士官ってやつ？そういえば、なんだろう、この現場、この空間、このおまじない、なんだか。おまじないの紙人形をつかみながら、私は自分の記憶を遡っていた。じゃあみんな、引っ張ってちぎっちゃって。青ざめた顔をしてサトシが紙人形をつかんで参加する。ようやく意地を張るのをやめたねと微笑むみんなの顔とは反対に、私は嫌な予感がどんどん膨らんでいた。え、待って、これ本当に。いくよ、せーの。になる私の目の前で、開け放たれた保健室の入り口から黒い影がゆっくりと出てきた。殺してやる。パニックになる頭の中を整理する。何だったの今の。
何が起こってたの？今、黒い霧みたいなものが、私の全身から、口から、耳から、体の中に入ってきていた。喉の奥に太いものが詰まってて、息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。私は今殺されかけたんだ。